小菅谷殿館は神奈川県横浜市栄区小菅家谷にあったと伝承される日本の城。鎌倉幕府第三大執権、北条康時の娘、小菅谷殿の住まいであったとされる。JR 根岸線本郷台駅南側の駅前にかつて存在した城山と呼ばれる標高を20メートルほどの小級に所在したという。現在の本郷台駅前は マンション群が立ち並ぶ、飛行差のないフラットな地形であるが、根岸線開設以前の迅速速図等の地形図では、側の谷底平野内に独立した低給料が現在の駅前付近に確認できる。しかし、旧日本軍による第一海軍燃料省建設などで、古くから地形改変を受けてしまったという。開発以前には、庭園とされるものや、 一室目状の遺構が残っていたとされ、また、新編相模国府戸機構によると、江戸時代当時までは、周辺に、武家の巨漢、古参の前、公平、聖老が橋など、館を想起させる地名が残っていたという。居住者とされる、小菅家谷殿は、北条康時の娘と伝えられ、同じ栄区内にある、赤渋大寺の新網田堂1235年に、 創建したと伝えられるなど地域にゆかりある人物である。現在この上官の痕跡は川にかかる城山橋の名に残るだけとなっている。ありがとうございます。